イノシシ取ってくるんだろ。で、生肉さばくだろ。なあ、焼肉で食ったのか。あれよ、ブロックごとによ、全部よ、さばいてよ。な、それぞれに冷凍にすんの。なんで冷凍にするかわかる？しゃぶしゃぶやるときの薄いスライスは凍ってる状態じゃないと切れないんで。生肉だったら切れないの。ぐにゃぐにゃしちゃうから。そう、わかってるよな。分かってんじゃん。いいな、食ったことねえよ、うん。あんたたち行くわよ。いいわね。デビ。一回凍らすんだよ。うん。いいだろう、こういう俺の放送も。なあ、悪くないだろう。どっかの店で猿の脳みそを食べるって聞いたことある。それは、山梨県の、ね、大月の手前ぐらいのとこだよ。猿の脳みそ食うの。うん。うん、食べるよ。いや、食えるよ、普通に。食ってるよ、今でも。年寄りはな、若いやつは食わねえよ。うん。マカオじゃないから、日本でも埼玉で食ってる、ああ、埼玉じゃねえ。山梨で食ってるから。うん。上野っ原とかあの辺で。調べてみ。なあ。お前らが何がし、ね、どこの情報を知ってんのか知らねえけど、俺の方がよっぽど知ってっかんな。おい。そういう話面白いっす。だって昔からの伝統なんだから。うまいんじゃねえの？あの、白子みたいだっつってたよ。ああ。ああ、歯がないやつが食語ってもな。でも、歯があるお前は食を語れないんだよ。わかる？食用禁止ですが、量はかけてもいいんだよ。狩猟的には。食用禁止ですが、肉だろ、それ。ああ。両親じゃ関係ねえよ、そんなの。検索しても一切出てこないんですが、熊の手も食べるらしいからね。まあ熊の手はだって硬いだろうよ。うん。熊の胆のうとかな。もうあれ食ったことある？ギャーってなるで。俺食ったことあるけど。俺新潟で熊の胆の食わされたけど、
マジで元気になるから食ってみろって言われて、そうそう熊の井って言うんだよ。よく知ってんなゴムタ。ブラーってやった俺、ダメよこれって思ったよ。ああ、亀の手はうまいっすよ。それは和歌山とかあの辺な。うん、中国と山梨勘違いされてませんか。そんなことないよ。山梨県の、じゃあ検索の仕方が悪いんじゃない？山梨県上野原。猿の脳みそで調べてみ。だから調べてみろっつうんだよ。実際問題、ね。はい。宇野はもうブロック入れちゃうから。調べてからやれよ。おめえら知らねえんだから、何にも。はい。もうこいつはいらないんだよ。落ち着かなくていいから。お疲れさん。あなら。落ち着かなくていいから。お前コメント消したな、この野郎。おい。おい、こっぱや。てめえ今度よ。撃ったらすぐ入れっかんな、この野郎。じゃあ、上野原で入れたらダメだったら、富士野で入れてみ。山梨県富士野、スペース、猿の脳みそ。うん。まあもう俺もあんまり、まあそのぐらいで出るかなと思ったんだけどね。うん。富士は、草冠の富士な。のはのっぱらののな。はい、アウトです。バカです。さよなら。じゃあ分かったよ。富士の狩猟の歴史で見れば分かるよ。あそこは猿取ってたんだから。猿の脳みそは猪は俺飼ってないよ。俺はアヒルは飼ってたよ。うん、ラクダも食べれるんですね。まあ俺は食ったことないけどな、ラクダは。うん、何時まだか、大丈夫か、あと30分だな、野球までな。うん、今送ってるよ。まだだよ。もうあと15分か20分ぐらいなんだよ。うん。
罠でかけるんだよ、ゆうさん。ゆうさんももうブロックでいいね。本当に。ごめんね。さよなら。なんか、私と付き合うとか言ってたとかなんとか、寝言みたいなことさっき言ってたの覚えてるんだけど、言ったことねえよ、てめえなんか。バーカ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。クソが。来んなよ。何がゆうだよ。今日は連発ぶっこめるね。ほんとゴミが。もうさ、何回さ、アカウント作ってきたってもう無理なんだからさ。やめとけよ、もうほんとバカなんだ。ああ、そうだね。今日初先発だよね。だそれも楽しみなんだよ、俺も。どうかな。何作っていこうかな。ちょろっと、ちょろっとなんか持ってこようかな。でも今日よ、俺よくよ、この時間までよ、このペースで飲んでてよ、酔っ払ってねえよな。焼きそばは食べたら、それは自分で食ってくれよ。俺いらねえよ。俺別にご飯が食べたいわけじゃないから、つまみが食いたいだけだ。集合地点まだ半分ぐらいあるんじゃねえ。半分まで行ってねえかな。マーチンいらっしゃい。だいたいね、昨日と一昨日は飲まなかったよ。だから、ね、俺なんかはさ、じいじいらっしゃい、ブルース。
ゆうちゃん、ありがとう。でも俺野球始まったらもしかしたら放送終わっちゃうかもしんないよ。うん、野球に集中したいから。ハンターシルバー、俺がブロック入れちゃったから、うん、パート3だろ、大丈夫だよ、俺早いから、俺ここで見てんだから全部そばちゃんこんにちは。でもさ、俺思うんだけど、菅っていう小手派はやめた方がいいと思うよ、もう、うん、嫌われ者になるから。そうなんですか。うん。縁起悪いだろ。もうアウティだよ。もうあれじゃもう無理だな。だからお前らにさっき言ったろ、アメのツイッター見たのかっつうの。なあ。うん。ありました。ああ、菅ごめんね、もうブロックです。うん、なんかありましたかとか言ってるおめえが言ってんじゃねえよこの野郎。見てから来いよバカ。その程度のこと知らねえで俺のこそ来んじゃねえ。さあ、野球がそろそろ始まるぞ。言っとら。ああ。あとな、10分ぐらいだな。昨日な、めちゃくちゃやられちゃったからな。ジャイアンありがとうまーの決まったあらーす。野球の季節イコールビールの季節。まあでも今球場で飲めないんだろ、酒はな。ダメ、甲子園で。まあ甲子園だけじゃねえけど、球場での酒類の提供禁止でしょ。うん、持ち込みもダメだろ普通に考えて。
今日はしっかりやり直してほしい。そうだね。いや、昨日は小野がダメだったんだよ。西は大丈夫だった。豪さんで、中継ぎが何とかしてりゃ勝てたんだよ。小野のバカがやっちまったの。そうだろ？なんだあれ、4連続フォアボールとか。何やってんだよ、お前。押し出しとかやめろよ、お前。しばらく干されるな、あれは。俺で使わねえな。昨日は小野で負けたんだよ。そうじゃなきゃ阪神勝ってたはずなんだ。系統さえうまくやれや。まあしばらく出てこないと思うよ、もう。あれ使えねえだろ。あの4点がでかいんだよ、小野の4点が。あれで決まったんだよ、もう。だから後ろにね、勝てる試合にする人間持ってこなかったんだよ、もう。いつもだったらワンツースリーで終わるのによ。で、誤算は、西がもう一回長く投げてりゃよかったんだよ。そうすりゃ小野出さなくて済んだんだよ。そういうことです。ガチで。まあでも今年の阪神は強いと思うよ。お、もうすぐゲーム始まるの、これ。
ない勝利でしたけれども、まあ、ここまでシーズンでは6失策ではあるんですが、点につながる場面ではないというのが、まあね、はい、それはありますけれども、ね、はい、まあ、その6つの失策を上回るなんかチームを救うプレーみたいなのがあるような気がしますけれどもね。ファインプレーの方が目立ちますよね。はい、はい、そしてここまで扇の要として40試合に出ています。梅野の守備も見逃せません。わかんねえな今日は。これは5月2日のゲーム、坂倉振り逃げしたんですが、この体勢で一塁へ送球。キャッチャーの野口さんは、はい、いかがですか。いやあのね、はい、身のこなしが素晴らしいですよ。まあね、あのぐらいだったら弾いてしまうことはあるとは思います、はい、だけどもね、その後が早いです、ね、矢野さんは野球を知ってますよね。野球を知ってるっていうか、どうなんだろうね。野村が教えたからね、いろいろと。もともとキャッチャーだ、キャッチャー上がりだから。大山が抜けたと思ったら崩れると思ってたけど、踏ん張ってますね。いや、踏ん張ってるどころか、いない方が今うまくいってんじゃねえの、回ってんじゃねえの。阪神なんで調子いいのかな。それは今若手がいいからじゃない。うん、木下拓也からもう投げられませんでした。そして同じようなシチュエーション、13日7回裏盗塁成功。マジに調子いいべよ。これも11日は普通に左ピッチャーの福投手からでしたし、はい、盗塁阻止率リーグトップの木下拓也の捕手からのヒール、はい、この辺が価値が高いですよね。いよいよ来たなって感じだな。もし今年取れなくても来年は取るだろうな。逆に一つも刺されてないんです。はい、これはすごいことだと思います。特に試合終盤1点を争うケースでという起用が多い中で、はい、かいくぐってるわけですよね。そうですよね。もう本当にね、接戦でここでは絶対に失敗は許されない場面っていうところで走ってきて成功してるわけですから、はい、本当この選手たちすごいと思います。水コーチによりますと、まあ、自分が行くという覚悟を決めてくれと。安倍さん次期監督ですよね。そうですね。どうなのかね、原監督もう1年ぐらいやるんじゃないの。まあ本当にこれも共同作業っていうのもあるかもしれませんね。そうですね、はい、まあ、いろいろと本当にね、試合前からスコアラーさんとかね、そのあたりも含めてコーチもそうですけれども、はい、いろいろミーティングを重ねてね、よし、じゃあ今日は野球が始まったら俺は放送終わるぜ。俺そっちに集中したいから。うん。な。後にも効いてくるわけですね、はいはい、そして、タイガースを支えるもう一つのピース、勝利の方程式。リリーフ陣の成績をご覧いただいています。岩崎、スアレス、防御率0点台、馬場も7試合でいいね、はい、スアレス18試合連続無失点中、まあ、この辺りは万全、はいはい、もうね、この2人に関しては、僕がとやかく言うことはないです素晴らしいのがですね。じゃあありがとう。これご覧いただきます。岩崎がですね、今シーズンまだ長打を1本も打たれていません。で、スアレスも長打は1本しか打たれていません。はい、この2人が8回、9回。まあ逆にね、スアレス選手を相手にしてどうやって長打を打つか。
感じもしますけど、だ先発が6回まで持ってくれりゃな、あよありがとうございました。